おい、しんねり、ここが奴の居場所か。へい、兄貴、間違いありやせん。よくやった、しんねり。入ったばかりなのに結構やるじゃないか。大したもんだな。へっへっへ、足も努力してますんで、はい。おい、調子に乗るな。ここは謙虚にありがとうでいいんだよ。わかったか、しんねり。は、はい。難しいです。まあいい、そんなことより取り立てを始めるぞ。絶対に回収だ。オーケーでやんす。行きましょう、先輩。おらあ、出てこい、レイムー。いるのはわかってるんだよ。うるさいな。どなたですか？え、フランさん。おお、のこのこと出てきやがったな。何しに来たかわかってるよな。フランさん、勘弁してください。あれから全然増やせてないんです。ふざけたこと抜かすなー。仕方ない、今ある分だけでいい。さあよこしな。ちょっと待って、せっかくチャンピオンリーグまで行ったのに。うわーん。あー、ゼロポイントになっちゃった。おら、つらかるぞ。へえ、兄貴、さすがっすねー。これくらい当然だ。ん？どうしてこんなことに。せっかくイモリに持って貯めたアリーナポイントを持ってかれちゃうなんて。なんて、ひどいことを。でも、それもこれも。私がパチンコでお金借りすぎたせいなんだけどね。それはお前が悪い。あれ、マリサ来てたのか。ダサいところをずっと見てたよ。うん、恥ずかしい。そんなことはいいから早く大会出ようぜ。上位取ったらキャッシュもらえるやつ。無理だよ。さっきアリーナポイント、全部持っていかれちゃったもん。この大会、上位でキャッシュがもらえるけど、オープンリーグでも参加できるぞ。え？ほんとかマリサ、私は大会に出れるのか？ああ、間違いないぜ。一緒に出場して上位目指して頑張ろう。やったー。じゃあそうと決まれば、レッツゴー。そのまま移動するな。いやっほーい。改めましておはこんばんにちは。ゆっくり霊夢と、借金回収のフランです。後輩のアヤです。霊夢と一緒に大会に出場する、マリサだぜ。今回は、ソマーセットカップに出場していきます。サーバーは海外のオセアニアだぜ。ラグイから戦闘は避けないときつそうだな。この大会、キャッシュがついてるじゃないか。うげ、フランさんもいるのかいな。別にいいじゃないか。この大会に勝って、キャッシュを手に入れるんだろう。それは応援せざるを得ません。なんか変な感じだな。まあ私たちは頑張るしかない。なあ、霊夢。その通り、とりあえず私たちはグラップルグローブが欲しいからそこに直接降りたよ。それアリーナとか大会だったら10回しか使えないじゃん。それでも欲しいのか？まあ終盤まで使わないようにとかしないと微妙かもね。今回は海外サーバーだからな。終盤はこのグラップルグローブをフル活用しよう。ラグイからまともに戦ったら負けちゃうもんね。近くに敵いる？いるわ。グラップルグローブを取りに来た敵を倒すために降りてきた敵かも。私たちの天敵だね。グラップルグローブを取ったらすぐに逃げないとヤバそうですね。オッケー、初動はいい感じに切り抜けたな。ジョンジ一気にはたまにヤバいくらい降りてくるもんね。この後はどうするんだ？海外サーバーだからね。このマッチは人の減りが早いから生存ムーブかな。まあ何にせよ生存ムーブ安定でしょう。海外サーバーってアジアと違って W キーが多いから生存ムーブが刺さるのよね。ここからイモリにイモリ尽くすぞ。イモリ尽くすって何ですか？レイム、こっち、早く来て。すぐに行くー。どうした？来たぞ。物資があったから呼んだだけ。そんなことで急がせるな。いやいや、この物資こそが最強ですよ。物資が強いのはわかるけどさ、マジでびっくりしたよ。建築を建ててそこで隠れてても W キーにとってはいい的だもんね。そうだね、ちょうどアンチ内だし、物資ハイドで移動しながら隠れましょう。うお、アンチ入ったな。これはでかい。でも端っこだね。どこかいい物資ないかな。ここ、アンチの真ん中方面に物資があるぞ。いいね、移動しますか。突撃ー。物資は入るときは勇気いるよな。そうだね。先客がいる可能性もあるもんね。おい、レイム、見ろ。うわぁ、こんな近くに敵が。ふ、大丈夫。W 聞いてない限り、こっちには来ないだろう。フォートナイトってこんなに隠れるゲームだったんですね。いや、多分この二人が特殊なんだと思う。レイム、アンチが外れたから移動するぞ。この繰り返しだな。物資あるの？ちょうどいい感じのところに。しかもこれ救援物資の前だ。ワンチャン敵来るかもな。ちょっとぶっかまえて待ってみますか。全く来る気配がないね。まあそう簡単にはうまくいかないさ。でもこうして隠れてるだけでどんどん人が減ってるね。ああ、作戦通りだな。アンチも縮まってるし、ここを乗り切れば終盤にも行ける。そうだね、終盤まで行ったらグローブもあるし。おい、霊夢、敵だぞ。わかってる、息を潜めて。今だ。
よっしゃー、完璧ー。うまくタイミングもあったな。今のエグすぎでしょ。敵さんからしたらどうしようもない気持ちになりますね。まあ物資に入るときはちゃんと警戒しないとっていう話でもあるよね。よし、これで目の前も物資も取れそうだな。あ、修正。くそ、さっきの戦闘で場所がバレてしまったか。マリサ、先に逃げて。私気をつくから。オッケー、今グローブで飛んでる。ふ、この二人、オセアニアの猛者だな。ワンチャン霊夢も逃げてくれ。いけー、無理かも。まだいける、上。よじ登り回避。うおうおう、一応登れてるぞ。今私の方撃たれてる、今なら飛べるかも。オッケー、飛ぶ、レッツゴー。く、今撃たれたら終わるが引くしかない、逃げろー。そのまま酒滅菌まで引いてくれ。もう一丁。あれ、糸切られた。でもナイス、結構敵から離れてるから大丈夫そう。よしよし、ここまで来れば酒滅菌に拠点を作るだと。わー、おい、そっちも敵いるのかよ。八方塞がりですね。頼む敵さん、これ以上撃ってこないで。あれ、引いていった。強気な敵さんじゃなくて助かったな。ナイスタエ。酒滅菌に拠点を作ってる敵さんだったわ。私たちと同じ生存ムーブかも。仲間だったか。物分かりが良くて助かったね。こっちに建築を伸ばしてっと。よし、伸ばせた。酒根ハウスを作ったよ。ナイス、私も合流できそうだ。今アンチ内だし、6分の1アンチはこの酒根で移動しましょ。OK 了解。何してるんだ。何って、屋根森だよ。お二人ともこのマッチずっと隠れてますね。それが最善の策だからな。ほら霊夢、酒根で行くぞ。OK、確かこっち。ドワーキー。嘘だろ、待ち伏せか。せっかく裂け目ハウス作ったのに。待て、今の敵、最後の裂け目を使ったぞ。まずいこれを逃したら移動できない。間に合え。飛べたか。あー、ギリギリ、マジで危ねえ。どこ降りる。いいところ見つけた。今なら拠点立てれるかも。早く、うおうおう、ついていくぜー。こっち、今周りが戦ってるからチャンスだよ。いい感じ、もう少しで着く。着陸した。撃たれてる、いてー。あ、危なすぎ。何はともあれ6分の1アンチは移動できたぞ。ここから終盤、集中していこう。OK、グローブもまだ7回使える。やりきってやるぞ。移動アンチ、始まったな。グローブで飛んでいく。グローブでもいいが、先端まで走れそうだわ。グローブ温存しましょ。 OK、ついていくわ。来て、こっち、全力ダッシュ。ノーヘイトで移動できてる、ナイス判断。ナイス、次グローブで移動するぞ。了解。よし、だいぶアンチ進んだ。行くぞ霊夢、左から行こう。任せて。 OK、 私先に行って拠点作る。待って、敵とかぶったー。霊夢、気合でこっちに。やばい、やばすぎだって。なんとか合流。びっくりしたわ。ナイス生き残り。これアンチ内まで建築伸ばせるわ。二人とも第一関門突破だね。この調子で生き残ってください。まだグローブも残ってる。よし、何が何でも上位まで残ってやるぞ。マリサ、次の移動アンチ来るぞ。戻りアンチだ。オッケー、この上から飛ぶぞ。せーの、いやっほーい。いて、やばい、ジェットボックスかぶった。なんとか耐えて、こっち壁張っておく。あ、ワープした。そいつダウンさせた。ナイス、勝っとるね。資材めっちゃ増えた。あれ、マリサなんかバグってね。バグった、どうしよう。待ってめちゃ面白いんだけど。マリサさん普通に動けてるんですか。なんかずっと落下してるモーションだけど特に問題なく動けております。その動きマジで怖すぎだって。とりあえず資材分けた。これで進行してほしい。そのプカプカした状態で進行できるかわからないけど。任せろ、わからんけど進行できるぜ。プカプカした状態で進行とかシュールですね。後ろ締めながら進んでるわ。いい感じ。オッケー、合流した。まだ治んないわ、これ。このマッチはもうしょうがないかもね。おらー、サブマくらい。どうやって撃ってるんだよ、それ。マリカ、ここからグローブで先端へ。うわー、大丈夫か霊夢。くー、撃ち落とされた。でも進行して進めてる。ナイス、カバーしながらついていく。二人とも、なんだかんだで残り5人だぞ。このマッチワンチャンある。やれることはやりきるぞ。霊夢こっち、ローブラがフリーだわ。一気に降りるぞ。レッツゴー。いけそう、合流できた。ナイスすぎ。でかいつの間にかマリサ元に戻ってるし。気合で戻したわ。マリサ、いよいよギリヒン、資材ゼロ。もうその限界だな。でもよく耐えた。少しでも順位伸ばすぞ。待って、後ろ敵いるか見て。この敵やるしかない。ドラー。ナイス撃破。物資回収する。私アンチ向かうわ。でもヤバいかも。さっきの敵もギリヒンだった。資材全然食えてない。うわー、やられたー。マリサ、今上行ったらまずい。ギリギリまでアンチ外で耐久して。お二人とも、今3位です。マジか。頼む、せめて2位、2位まで行かせてくれ。上、やり合ってるな。もう祈るしかない。ここまで頑張ったんだ、頼む。霊夢、2位。よっしゃ、ナイス。ワンチャンアンチ内に。それは無理かー。GG、ナイス2位だぞ。あの状況で順位は伸ばせた方だよね。終盤マリサバグってたし。二人ともいい感じじゃないですか。
海外サーバーのキャッシュ付き図を大会でここまで安定できてるのは解除だな。そうだな、撃破はほぼできてないけど、順位ポイントでめちゃ稼いでるね。このままキャッシュ目指して頑張れ。ああ、あたぼうよ。いやっほーい。さあ行くぞマリサ。ラストマッチ、ここでなるべく上位まで行けばワンチャン総合上位もあり得る。気合い入れていこう。オッケー、初動、中盤とうまい具合に敵と合わずに移動できたな。ああ、だがさっきのマッチと違って、ブッシュに隠れてるわけじゃないからな。WT に襲われたら結構きつい。そうだな、それは祈るしかない。おい、なんか上から撃たれてるぞ。こんな状態で撃ってくるか普通。今の敵怪しくない？いや怪しい、警戒しよう。降りてきてる。ついに遭遇したか、WT。マリサ逃げて。あ、ダブルエディット、ガチの WT じゃあ。レイム、アンチ内まで逃げてる。ワンチャンかけて、スライディング、からの、敵の飛び込み。いや、その飛び方なんかおかしくね。マリサー、逃げてきたぞー。ナイス、あの WT から逃れたのはマジででかい。追ってきてもここなら敵も多いし大丈夫かも。ファインプレイ、だな。うっわ、アンチも反対。ついてないな。何か移動するきっかけを見つけないと厳しそうだね。グローブは極力使いたくないし、チャンスを見つけるぞ。目の前移動してるわ。あー、エイムずれた。ちょっかい出す程度にしておきますか。そうだな。ん？いや、待て。どうした？目の前、ヘイト食らってる。チャンスかも。これはチャンスだな。倒せなくていい。そっちにみんなの意識を向かわせよう。これも戦略、頼む。撃たれ続けてくれ。お二人さん、アンチ収縮始まりましたよ。霊夢こっち、今ならここを泳げる。この気を逃す手はない。うまくいけばさっきの敵さんが撃たれ続けて私たちは撃たれないかも。すっげ、全然撃たれない。ヘイト集め、大成功だな。今のはさすがです。このままグローブでアンチに入るぞ、霊夢、カモン。大丈夫、真後ろついてる。危ね、糸切られた。でもノーダメージ。ナイス移動。ここの移動は綺麗に決まってたね。ふふ、あとは移動アンチ。グローブをフルに活用していこう。マリサ、移動開始してるぞ。隙間を見つけて一気に飛んでいこう。ここ、走れる。段上げて飛ぶぞ。今だ。レッツゴー。2回使う、あの建物の上まで行くぞ。真後ろついていってる。やばすぎ、シンクロ率 100%。 100は言い過ぎかな。もうそろ移動開始か。次どうする？次もグローブだな。ワンチャンアンチ内入れるかも。こっち、ローブラウミだけどいける。100ほー。拠点作った。ナイス、合流した。グローブ、私たちもだいぶ慣れてきてるぞ。使いこなせたら絶対強いわ、これ。霊夢、アンチ戻り。グローブは一旦温存でダッシュで移動しよう。オッケー、必要な軍は進行していきましょう。霊夢こっち。ここやばくね、いけるかな。信じて走れ。はい、走りまーす。で、あれ、マリサどこ行った？見失うなって、こっちこっち。ナイス、結構先端まで進めたね。次グローブでいいかも。オッケー。シンクロしてくれ。マリサと同じ動きする。オッケー、いい感じ。二人ともコントロール良くなってるね。少しずつ慣れてきたな。マリサ、アンチ内まで私進行するね。ナイス、私もうグローブ終わっちゃったから進行で進めるしかない。了解、自利品だな。伸ばせるだけ伸ばそう。霊夢、アンチ戻りだ。ついてきてくれ。もう後ろ全部締めていくわ。よし、進めるぞ。マリサ後ろ。入り込むか。やばすぎ。うわあ、やられた。こっち一人倒した。ナイス、私のことは見捨てて進んでくれ。止まって別の敵来た。マジかよ、なんでこんな時に。上から来るかも。海外サーバーだろうと関係ねえ。帰り道だ。じゃあ。GG、最後のは運なさすぎ。7位か。キャッシュ付きの大会でここまで伸ばせたのは本当嬉しいな。そういえば、この大会ってどのくらい上位に入ったらキャッシュもらえるの？ですねー。上位、2組だけです。え？ 2 位までってこと？はい。絶対無理やんけ。まあ、借金返済には繋がらなかったけど、いい経験ができたのは確かだわ。手応え感じたね。今シーズンは特に海外サーバーに力を入れていこうと思ってます。皆さん今後ともよろしくお願いします。あ、そうそう、サブチャンネルがあるのみんな知ってた？たまにサブチャンで配信とかしているので、よければそちらも登録お願いします。概要欄、コメント欄に書いておくね。皆さん、今回の大会、いかがだったでしょうか？何でも構わないので皆さんの感想、コメントでお待ちしております。目は通してますのでぜひお願いします。よし、ということで今回はここまでかな。海外サーバーの練習にでも行ってこよう。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それでは。